皆さんこんにちは。今日はサザエさんの髪型を作ります。今回160という極細のバルーンを使っています。だいたい60センチくらい膨らまして縛ります。少し柔らかくして10センチくらいで折って口巻きとひねります。バルーンの間に口巻きを挟みます。次に3センチでひねって折って潰してひねります。続けて7センチくらいで折ってひねります。もう一つ7センチで折ってひねります。バルーンが足りなくなったので空気を押し出して伸ばしました。7センチで折ってひねります。ちょっとギリギリです。10センチが真ん中に来るように整えます。はい、頭のてっぺんにつける髪ができました。顔の横につける髪の毛を2つ作ります。てっぺんにつける髪の毛よりも少し小さいサイズで作ります。3センチでひねって折って潰しひねりにします。また小さく折ってひねります。小さく折ってひねります。形を整えて余ったバルーンをハサミで切ります。縛ります。はい、顔の横の髪の毛が一つできました。もう一つ顔の横の髪の毛を作ります。サイズを確認しながら作っていきます。3センチでひねって折って潰してひねります。折ってひねってひねります。折ってひねってひねります。形を整えて余ったバルーンを切って縛ります。頭につける帯を作ります。長めに膨らませて頭のサイズに合わせてみます。調整できたら縛ります。頭の大きさに合わせた輪にします。ひねって絡めておきます。輪の真ん中の部分をひねって、てっぺんの髪の毛つぶしひねりを絡めてつけます。頭にかぶってみました。顔の横の場所を確認します。確認したらその場所をひねって
横の髪のつぶしひねりを絡めます。反対側もつぶしひねりに絡めます。頭にかぶって調整します。髪がボサボサなので余った風船を輪ゴムにします。髪を輪ゴムで縛ります。サザエさんの髪を頭にかぶります。最終的にサイズが決定したら、そこでひねって余ったバルーンを切って縛ります。はい、かぶってみました。髪の毛の位置を確認しながら調整していきます。いかがでしょうか。サザエさんできました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画でまたお会いしましょうね。